障害者差別解消法のさらなる改正と包括的差別禁止法の制定を。Social Democratic Party 社民党熊本県連合、全国連合社会新報月刊社会民主 Review日時5月11日土曜日午後2時会場益城町文化会館ホール命を大切にする政治へ橋村里香と手をつなぐ集い開催を前に命を大切にしお互いの違いを認め合い共に生きる社会を実現するため橋村里香副代表は訴えます平和、自由、平等、共生、すべての政策決定に当事者の声を。福祉制度の改革、当事者の声を生かした制度改革。子ども、障害のある方、高齢の方、外国籍の方、そのご家族の声を生かし、誰もが地域で共に生きていくための仕組みづくりを。障害者差別解消法のさらなる改正と包括的差別禁止法の制定を。保育士、介護職などエッセンシャルワーカーの労働環境と待遇改善を。子ども園、学童保育などで過ごす子どもたちの環境改善と職員の処遇改善を子どもと若者の未来に希望と夢を橋村里香と政治を私たちの手に取り戻そう社民党熊本県連合代表の今泉克美です橋村里香副代表は就任後精力的に皆様に様々な情報を届けていますそんな中で橋村副代表自身のアカウント開設を切望する嬉しい声をいただくようになっています社民党熊本県連合副代表橋村里香の SNS を紹介します実は橋村里香副代表は副代表就任以前から自身の Facebook での配信をしていますまた、副代表就任を機に、自身のホームページ、インスタグラムも開設しています。ホームページでは、活動報告、活動予定、プロフィールなど、橋村副代表の人となり、行動全般を知ることができます。また、Facebook では、橋村副代表おすすめの、地域の自然、学習会の紹介など、橋村副代表の感性、思いに触れることができます。インスタグラムでは、橋村副代表が日々の生活の中からの気づきを率直な言葉で語ります。党の広報とはまた違った、橋村副代表の一面を知ることのできる、橋村里香 SNS にもご注目ください。各アクセス先は、概要欄の橋村里香 SNS 紹介コーナーに記載しています。ご利用ください。Social Democratic Party. 社民党。